共同無線タクシー日光自動車所属車両同社は、現在東京無線に、遺跡受交通所属車両単独無線会社移行後も、ロゴを変更した上で、共同無線カラーを、使用共同無線タクシー共同組合とは、かつて存在した東京23区、武蔵野市、三鷹市を営業区域とするタクシー事業者による無線共同営業組合である。本部所在地は、豊島区場、池袋、 車両のカラーは黄色で、シンボルマークは青字の二白抜きで、友の文字をイメージし、中に、日の丸が入る。2015年7月に自社単独営業を選択したことぶき交通を除く旧車が、日の丸自動車グループと業務提携。同年10月1日午前7時に、すべての業務を終了し日の丸グループへ統合された。統合後の車両は、 日の丸グループカラーに変更した上で、左右前、ドア上部には、日の丸自動車のロゴ、下部に加盟社名が、英字表記される。日の丸グループ統合後のタイエー、交通所属車両日の丸グループ統合後の、ダイヤ交通所属の黒塗り車両2001年に、リリースされた、エブリーリトルシングの楽曲、フラジャイルの PV には、 当時加盟していたビゲストのタクシーが相模交通所属者と共に登場している。ありがとうございます。